クロメンコは、かつて、アメリカ合衆国にあった、マイクロコンピュータメーカーである。カリフォルニア州、マウンテンビューに本社を構え、パーソナルコンピュータ革命の初期において Z80、ベースのハイエンド S-100 バスコンピュータや、周辺機器を製造、販売していたことで知られる。同社は、スタンフォード大学で PhD を取得した、ハリー・ガーランドとロジャー・メレンの二人によって、 1974年にパートナーシップとして発足した。会社名は彼らがスタンフォード大学在学中に入っていた工学系大学院生のための寮、クロサーズ記念館にちなんで名付けられた。1976年に法人化された。最初の製品はデジタルカメラサイクロプスとカラーグラフィックインターフェースダズラーであり、どちらも当時としては画期的な製品だった。 その後、コンピュータシステムの製造に移行した。1981年12月、インク、市は、クロメンコ社を、アメリカで最も急成長している、株式非公開企業トップ10に選出した。バイト1976年9月号の1ページ目に、掲載された、クロメンコ社の広告1969年、スタンフォード大学の博士課程に在籍していた。 ハリー・ガーランドとロジャー・メレンが知り合った。二人は先行は違ったが、アマチュア無線と電子工作という共通の趣味があった。1970年より二人は共同で電子装置を作成して、その組み立て方法などをポピュラーエレクトロニクス誌に投稿するようになった。投稿した記事に登場する電子工作プロジェクトに必要な部品を見つけるのが困難な場合があったため、 ガーランドとメレンは業者にライセンスを供与して部品のキットを提供した。その中の一つであるオペアンプテスターのキットは後にマイクロコンピューターアルタイル8800を発売することになるミッツという会社から販売された。1974年、メレンはニューヨークにあるポピュラーエレクトロニクス市の編集部を訪れ、そこでミッツ社のアルタイル8800を見た。 メレンはこの機械に感銘を受け、カリフォルニアに帰る途中でアルバカーキに立ち寄り、そこでミッツ社の社長であるエド・ロバーツと会った。メレンたちはデジタルカメラサイクロプスを開発し、その記事がポピュラーエレクトロニクス1975年2月号に掲載されることになっていたが、それをアルタイルから制御するインターフェースボードを開発したいとロバーツに提案した。 ロバーツはそれを喜び、アルタイルをメレンたちのもとにすぐに送ることを約束した。カリフォルニアに戻ったメレンは、ガーランドとサイクロプスなどのマイクロコンピュータ製品を生産するためのパートナーシップを結んだ。最初に共同作業を始めた大学の寮、クロサーズ記念館にちなんで、社名をクロメンコと名付けた。アナログジョイスティック JS-1 メレンとガーランドは、 アルタイル用のサイクロプスカメラシステムの開発に着手した。これをきっかけに他にもいくつかの製品が生まれた。当時、アルタイルのソフトウェアを保存する方法は紙テープしかなかった。この問題を解決するため、二人はバイジーバーというプログラム可能な読み取り専用メモリカードの設計に取り組んだ。バイジーバーは起動時にプログラムを常駐させることができ、 起動時に起動プログラムを手動でロードしなくてもすぐにコンピュータが機能するようになっていた。このためバイジーバーは人気を博した。またサイクロプスで撮影してアルタイルに保存してもその画像を見る方法がなかった。そこでアルタイルをカラーテレビに接続するためのグラフィックスインターフェースカードの開発も始めた。 ダズラーと呼ばれるこのグラフィックインターフェースは、ポピュラーエレクトロニクス1976年2月号で紹介された。ダズラーをアルタイルに搭載することで、ゲームにも使えるようになった。しかし、ゲームのコントローラーや、ジョイスティックをアルタイルに接続する方法はなかった。そこで、ジョイスティック JS-1 と8ビットのデジタルチャンネルと7つのアナログチャンネルを持つ。 インターフェースカード D プラス 7A を開発した。この D プラス 7A はジョイスティック用インターフェース以上の機能を備えており、このカードによってデータ収集や産業用コンピューティングの世界でもあるタイルが使われるようになった。クロメンコ社は自らをコンピュータ周辺機器のスペシャリストと称し、革新的な設計と高品質な構造に定評があった。しかし彼らはすぐに アルタイルのバス構造をベースにした独自のコンピュータシステムを提供するようになる。クロマムコ Z-1 クロマムコ Z-2 クロマムコシステム11981クロマムコシステム432ビットスーパーマイクロコンピュータウィズザクシュークロメンコ社は1976年8月に同社最初のコンピュータ Z-1 を発売した。 Z-1 は 8KB の SRAM を搭載し、イムサイ八80 8080と同じ筐体を使用していたが、イムサイやアルタイルが使用したインテル八80 8080、チップではなく、Z80 を使用していた。1977年6月に後継機の Z-2 を発売した。Z-2 は 64KB の RAM を搭載し、CP、M-like の OS である Chromamco DOS が実行できた。 Z-2 は RS-232C シリアルポートに加えてパラレルインターフェースを追加し Z-1 ではあったフロントパネルのスイッチを配した。黒面コ車はシステムを再パッケージ化してシステム1を製造しその後より大型のシステム2とシステム3を製造した。1978年に発表されたシステム3は フォートランート Z80 ベーシックの両方が実行できるようになっていた。システム3はマルチユーザのプロ用に設計された。1979年、クロメンコ社はマイクロコンピュータ発のユニックス系 OS であるクローミックスをリリースした。クローミックスは当初システム3上で動作し、後に MC68000 ファミリーを使用した黒マムコシステム上で動作するようになった。 1982年、クロメンコ社は自社システムに MC68000 を使用した CPU カードを導入した。これは MC68000 と Z-80 の両方を搭載したデュアルプロセッサカードでダプーと称した。システム1、2、3はそれぞれ100シリーズ、200シリーズ、300シリーズへと進化した。さらに、 タワー型ケースの400シリーズが登場した。ダップーに続いて MC68000 ファミリーのプロセッサーをベースにしたザップーカードとザクシューカードが登場した。1982年にパーソナルコンピュータ C-10 を発表した。これはローエンド市場向けの Z-80 フロッピーディスクベースのシステムだった。このコンピュータは駆動数で動作し表計算。 ワードプロセッサー、ベーシックなどのいくつかのビジネスソフトウェアツールが付属していた。1983年までにクロメンコ社は500人以上の従業員を雇用し、年賞は5500万ドルだった。同社の株式はガーランドとメレンが完全所有していた。1987年に2人はダイナテック社に株式を売却し、カラーグラフィックスウェザーシステムズの一部門となった。 クロメンコ社の欧州部門はクロメンコ AG として再編成されたが2018年に生産された。クロメンコ社は工学における卓越性、設計における創造性、システムにおける信頼性で知られていた。クロメンコ社の初期の従業員であるロジャーシップルは研究開発部門に採用された人はオフィスとコンピュータが与えられ、 何をしたいかを聞かれたと回想している。クロメンコ社がマイクロコンピュータシステムにおいて世界で初めて開発したものにはデジタルカメラ、カラーグラフィックスカード、プログラマブルストレージ、メモリバンク切り替え、ユニックス系 OS などがある。クロメンコ社はスタンフォード大学やホームブルーコンピュータクラブ、さらには自社の販売代理店から工学の分野に引い出た人材を得ていた。 会社設立時の社員であるジョー・マクレート、カート・テウイリガー、トム・マッカルモント、ジェリー・メイ、ハーブ・ルイス、マービン・カウシュは皆、スタンフォード大学の学生だった。エド・ホールと、オー・オサムは、ホームブルー・コンピュータ・クラブを通じて、クロメンコ社に入社した。ニック・イワン・キック、ボリス・クラターリカ、エゴン・ザカライセックは、クロメンコシステム用の構造工学ソフトウェアを開発していた。 ユーゴスラビアの代理店から入社した。クロメンコ社のエンジニアの何人かは、後にシリコンバレーで会社を設立した。ロジャー・シップル、ローラ・キング、ロイ・ハリントンはソフトウェア会社のインフォーミックスを設立した。トム・マッカルモントは、リーグレット・パワー・インクと、後のマッカルモント・エンジニアリングを設立した。ジェフ・ジョンソンは、その後、UI ・ウィザーズ・インクを設立し、 ソフトウェアのユーザーインターフェース設計に関する本を出版した。米空軍作戦行動支援システム用 CS-250 の製造ラインシカゴマーカンタイル取引所にあったクロマムコ Z-2 システムが格納されたラック1981年米空軍システム軍団の委託を受けて先区航空統制システム用のマイクロコンピュータを 選定するための研究が行われた。最終技術報告書では149台のマイクロコンピュータの中からクロメンコ社が提供する機器が一般的な選択基準に最も適合していると結論づけた。その後数年間、米空軍はクロメンコ社の主要な顧客となった。クロメンコ社は米空軍の作戦行動支援システムの要件を満たすために CS-250 と呼ばれる CS-200 コンピュータの特別バージョンを開発した。CS-250 にはクロメンコ社が特許を取得した技術をベースにしたリムーバブルハードディスクが搭載されていた。米空軍は1985年から1996年まで回 -15 マ -16 ス -111 の MSS として600台の クロメンコシステムを配備した。これらのシステムは1991年の湾岸戦争の砂漠の嵐作戦で初めて実戦で使用された。クロメンコシステムは商業用途にも広く使用されていた。シカゴマーカンタイル取引所では60代のクロマムコ Z-2 システムが取引処理に使用されていた。CME のシステムは 各コンピュータにインターフェースカードクロマムコオクタートが搭載されており、各カードは取引フロアの8台の端末の処理を行っていた。1982年から1992年までの10年間、CME のすべての取引がこのシステムで処理された。1992年、CME のクロメンコシステムは IBM PS2 に置き換えられた。クロメンコ社のコンピュータは、 中国で最初に広く配布されたマイクロコンピュータシステムだった。ニューズウィーク氏は1985年に1万台以上のクロメンココンピュータシステムが中国の大学に販売されたと報じた。クロメンコシステムはカラーグラフィックスウェザーシステムズ社が開発したソフトウェアを使用して天気予報の映像やアートグラフィックを生成するために米国のテレビ局で広く採用された。 1986年までには、米国のテレビ局の80%以上が、クロメンコシステムを使用して、ニュースや天気予報のグラフィックを制作していた。1984年の映画、ゴーストバスターズで、クロマムコシステム1が、ゴーストバスター研究所のコンピュータとして登場した。ポール・アレンは2011年の著書イデアマン、ザメモアーバイ・コフウンダー・オブ・マイクロソフトの中で、 クロメンコ社のデジタルカメラサイクロックスについて、アルタイルは1976年にすでにデジタルカメラを登場させていたと書いている。2011年、スティーブ・ジョブズへの長寿の中で、妹のモナ・シンプソンは、彼が最初のコンピュータとして、クロメンコの購入を検討していたことを明らかにした。2013年のアンドリュー・ブジャルスキーの映画、コンピュータチェスに、 クロマムコシステム3が登場した。デボラ・ペリー・ビシオーニの2013年の著書でニューヨーク・タイムズのベストセラーリストに選ばれたシークレッツ・オブ・シリコンバレーではパーソナルコンピュータ産業を生み出したシリコンバレーの企業としてアップル社と共にクロメンコ社を挙げている。ありがとうございます。